どうしてこうなった？俺、山田ヒロは、周囲の人曰く、お人よしらしい。そういえば、自覚している限りでは、貧乏くじを引くことが多かった気がする。一週間前、俺は親友のやりすぎに泣きつかれ、連帯保証人になった。しかし、やりすぎは多額の借金を残して蒸発し、その結果がこれである。どう返済するつもりだ？ああ、コツコツとか言うつもりじゃねえだろうな。それは。返す当てのねえお前に提案してやる。これはうちの娘なんだが、愛嬌のある可愛い顔してんだろ。うちの娘と見合いしたら、借金、チャラにしてやるよ。見合い？それはさすがに。返事は？はい。じゃあ3日後に連絡したとこに来いよ。逃げたら容赦しねえからな。はい。必ず行かせていただきます。こうして俺は借金のチャラを条件にお見合いをすることになった。運命の3日後。失礼します。はじめまして、山田ヒロです。はじめまして、高野晴です。あの、私なんかとお見合いありがとうございます。もしかして父に無理に言われたとかじゃないですか？今までも父が私を心配するあまり何度もそういうことがありましたので。そうでしたらお見合いを断っていただいても。いやいや、断ったら沈められるから、海の藻くずになっちゃうよ。いえ違います、俺の方から申し込んだんです。え、山田さんの方から？でもどうして？それは、嘘をつくのは心苦しいけど、ここは嘘も方便ってことで。お父様とは趣味が一緒で、それで知り合って。趣味というのはもしかして将棋ですか？あ、そうです。将棋中に春さんの話になったんです。それで写真を見せていただいて一目惚れ。あ、そう、一目で春さんを気に入ってお見合いの場を。あ、嬉しい。そんな風に言われたの初めてです。だから、私でよければよろしくお願いします。こちらこそ。決まったな。お父さん。なら善は急げだ。一週間後に同棲しろ。住む場所はこっちで用意しておく。でも同棲なんてそんな急に。結婚するならお互いのことを知っておいた方がいいだろう。というわけでいいな。もうこれ本当に逃げられないぞ。これから俺の人生どうなるんだ。嘆いたところで現実は変わることもなく、俺は春さんと同棲することになったのだが、これは1点の汁物と3点のおかずで構成された一汁三菜。お味噌汁の汁物に主菜の魚料理、副菜のひじきにきゅうりの酢の物、主食であるご飯を加えて一膳とする。完璧すぎる朝食。おはようございます、ヒロさん。ハルさん、板前さんでも呼んだんですか？冗談がお上手ですね。そう言ってもらえると作った甲斐があります。これ全部ハルさんが？ええ、そうですよ。すごいですね、こんなに豪華な朝食。旅行先以外で食べたことないです。これくらいはできて当然ですよ。花嫁修行はしたので。修行をしていたんですか？努力の結晶というわけなんですね。俺、父子家庭だったのでお互いに料理できなくて、だからこういう家庭の味憧れてて、なんかもう感動しすぎて朝から嬉しくて泣きそうです。そこまで喜んでもらえるなら本当によかった。さあ、冷めないうちに食べてくださいね。あ、笑顔は可愛いかも。別の日には、ただいま。ヒロさん、どうしたんですか？ずぶ濡れですよ。傘、持って行ったんだけど、置いてたら取られちゃって。あらあら、間が悪いこともあるんですね。お風呂、沸いてるので入っちゃってください。このままだと、風邪をひいてしまうので。そうだよね、そうさせてもらうよ。ありがとう、春さん。うわ、寒い。早くお風呂に入っちゃ。
ヒロさん、お背中、お流しします。え？お背中？はい、これも恋人の務めかと。ダメです！アウトです！でも、気持ちだけいただきますから。そうですか。では、待っている間、体が温まるお夕飯、一品追加しておきますね。気遣い抜群だな、ハルさん。早く体温めて、ご飯食べて、ゆっくりしよう。そしたら、風邪なんてひかないでしょう。そう思っていたのに。風邪ひいたの、いつぶりだろう。やだな。病気になると、心が弱って寂しくなるんだよな。ヒロさん、入りますね。体調はどうですか？ハルさん、部屋に入ったら、私なら大丈夫ですよ。卵粥を作ってきたので、食べれそうなら食べてください。治すためには体力が必要ですから。どうしました？どうしてここまでしてもらえるのかなって。お見合いとはいえ、知り合ったばかりですし。私を一目惚れだと見初めてくれた大事な人ですから。あの時言ってもらえた言葉は、私の宝物なんですよ。そう、なんですか。あの時、勢いで言った言葉なのに、こんなに大切にされると、罪悪感で胸が痛い。ご飯を食べたら、ゆっくり休んでくださいね。何か困ったことがあれば、頼ってください。大丈夫ですよ。私がすぐそばにいますから、安心してくださいね。ハルさん、本当にいい子だな。こんないい子、見たことないよ。この日を境に、俺はハルさんのことが気になり始めた。一緒に暮らしていると、彼女のいいところがたくさん見えてくる。その度に胸がときめき、惹かれ始めた頃、ある変化に気がついた。ハルさん、なんか痩せました？わかりますか？気づくの遅れちゃいましたけど、ほっそりしてきてる。実はその、目標があって。目標って？これを着たいんです。ウェディングドレス？これ、サイズが小さいのしかないんです。でも、一生に一度の花嫁衣装は、これが着たくて。それに、ヒロさんにふさわしい子になりたくて、ダイエットしてるんです。けなげ！かわいすぎない？でも、ねえ、ハルさん。ハルさんがね、努力して可愛くなろうとするのは素晴らしいことだと思う。でも、ハルさんはもう、とっても素敵な女性ですよ。優しくて、温かくて、内面の素晴らしさが表情に出てる。ハルさんの笑顔は、誰にも負けないくらいに可愛いです。でも、ハルさんが頑張るなら、俺も一緒に頑張ってもいいですか？え？ヒロさんも一緒にですか？本当に？俺も、ハルさんにふさわしい、かっこいい男になりたいなって。ヒロさん、じゃあ、今日から、よろしくお願いします。というわけで、一緒にダイエット&体力作りがスタートした。そんなある日、だいぶ、体力がついてきましたね。最初は、1時間走るだけでクタクタでしたけど、毎日の積み重ねって、大事なんですね。小さなことからコツコツとってやつです。今日はいつものコースではなくて新しいコースを。え、ハルさん大丈夫ですか？大丈夫なんですけど。けど？足をくじいてしまったみたいで。うわぁ、腫れちゃってるじゃないですか。少し休憩すれば動けると思うんですけど。何言ってるんですか？こんな足で動いちゃダメですよ。ハルさん、俺がおぶりますから、安心して。なあ、見た？あのメガネ、超ダッセよな。わかる。ダイエットしてるっぽいけど、あんなんが細くなってもな。あいつら。ヒロさん、私なら大丈夫ですよ。怒ってくれて、ありがとう。なんで？だって、私はヒロさんにだけ、可愛いって思ってもらいたい。だから、他の誰かに何を言われても、平気なんですよ。なんだよ、それ。かわいすぎだろ。ヒロさんも気にしないでください。わかりました。じゃあ、ハルさんの可愛さを家で堪能したいので、
帰りましょう。ほら、乗ってください。ありがとう、ヒロさん。一緒に運動をしているうちに、ハルさんはどんどん可愛くなっていく。体重で一喜一憂してる姿も可愛いし、努力してる姿も素敵だ。本気で好きになっていくけども、俺は罪悪感で胸を締め付けられている。お見合いで言ったのは嘘だし、きっかけは借金だ。いつか本当のことを言わないといけないのは分かっているけれど、踏ん切りがつかない。それに言葉だけじゃ足りない。しっかり行動か形で示さないと。あ、それだったら、うん、これならきっとハルさんも信じてくれる。そう思ってひっそり俺はある準備を始めた。ハルさんに隠れて準備を進めつつ、一緒の運動も忘れない毎日を過ごしていた。そんなある日、ヒロさん、目標体重行きました。やったー。あ、おめでとうございます、ハルさん。すみません、つい嬉しくて。そうだ、今日はチートデーってことで、美味しいものを二人で食べませんか。俺がおごりますし、何がいいですか。何でもいいんですか。もちろん奮発しますよ。じゃあ私はヒロさんの手料理が食べたいです。俺のですか。男の料理ですよ、本当にいいんですか。はい、わかりました。それじゃ、とびきり美味しいものを作りますね。30分後、ヒロさんのお料理美味しいです。いや、味が大雑把で、ハルさんがいつも作ってくれる繊細な料理に比べたら、ヒロさんにはヒロさんの料理の素晴らしさがあります。比べちゃダメです。ありがとうございます。それに味が濃いのでお酒が進む。ハルさん大丈夫ですか。こぼしちゃいました。ちょっと酔っ払っちゃったみたいです。とりあえず着替えてきてください。濡れたままだと風邪ひいてしまうので。そうですね、ちょっと失礼します。ハルさんが可愛すぎて辛い。ハルさん好きだ、大好きだ。このまま結婚はできるだろうけど、本当のことを黙ったままなのは不誠実だよな。わかってるんだけどな。何がですか。うわ、ハルさん、うわっ、つどうしたんですか、いきなり。うん、あ、メガネ外してる、かわいい。しかもこの格好、いつものハルさんもかわいいけど、素顔のハルさんもかわいいな。っていうか、ハルさんはかわいすぎるんだ。ですよね。あ、ハルさん、私自分に自信がないんです。家柄も怖がられるようなとこだし、こんな女と結婚なんて嫌ですよね。嫌なわけないじゃないですか。家柄がどうでも、俺はあなたが大好きです。ヒロさん嬉しい、私も大好きです。うん、やっぱり罪悪感が。結婚前に絶対に言わないと。それから数日後、ごめんなさい、なかなかお父さんに会いに行けてなくて。大丈夫ですよ、父とタイミング合わないことってよくありますから。焦ったりしないのでゆっくり。ヒロ、やりすぎ。お前なんでこんなところに。助けてくれ。助けてってどうしたんだよ。借金他のとこでも作っちまって。それでまさかまた連帯保証人になれって言いたいのか。困ってんだよ、親友なら助けてくれるだろ。ふざけるな、お前のせいで俺がどんな思いをしたと。何言ってんだよ、俺知ってるんだぞ。は、なんだよ。とぼけるなよ。お前借金チョロにしてもらったんだろ。組の娘と見合いするって引き換えに、目も当てられないドブ茶だっていうのに我慢したんだってな。どういうことですか。あの、ハルさん、今の話は本当なんですか。これには事情が。一目惚れも好きだっていうのも何もかも嘘だったんですね、借金をチャラにするための。ハルさん話を。ひどい、ヒロさんなんて大嫌いです。ハルさん、
やりすぎ、お前本当に、って、あれ、いない。あーもう、とにかく今はハルさんを追いかけないと。お父さん、あの、ハルさんに会わせ。娘がお前に会いたくないと言っている。どうやらいろいろバレたらしいな。それはお前さんを責めるつもりはねえよ。俺にも非がある。家業を継がせたくなくて一般人のお前を選んだ。そして娘のためになるならとお前さんが嘘ついてたことも黙ってた。だが娘が嫌がることをさせるわけにはいかない。申し訳ないが結婚も何もかもなしだ。帰ってくれ。そうはいきません。簡単に諦められるほど俺の愛は小さくないんです。ハルさん、聞こえてますか？嘘をついてごめんなさい。確かに最初は借金返済のためでした。でも今は本気で愛しています。嫌われるのが怖くて言い出せずにごめんなさい。傷つけてごめんなさい。お金は自分で返そうと思って。これは通帳か。金も入ってるじゃねえか。どうしたこれ。自分で返済しようと思ってバイト代を貯めたんです。ハルさんに向ける愛が嘘じゃないって証明したかったか。ヒロさん、好きです。一目惚れが嘘だったとしてもあなたが好き。一緒に暮らして優しさに触れて好きになった。この気持ちは簡単に消えません。俺もあなたの魅力を知った。容姿に惚れたんじゃない、中身に惚れたんです。愛してます、誰よりも。私も愛してる。ご飯。あ、お前たち夢中になるのはいいけどよ、俺の存在を忘れるんじゃねえ。そういうイチャコラは二人っきりの時にやってくれ。ごめんなさい。ハル。何、お父さん。こいつの嘘黙ってて悪かったな。私怒ってないよ。お父さんが私の幸せを願ってくれてること知ってるから。ハル、本当にありがとな。それでお父さん、借金なんですが、なしにしないでください。何年かかっても返済しきります。俺の力で。二人の愛をお金で買いたくないです。わかったよ、好きにしろと言いたいところだが、とやっとかかってきた。お、俺だ。うん、わかった。そいつはあそこに運んでおけ。ヒロ。はい。借金はやっぱりチャラだ。でも借金した本人を捕まえたんだよ。金は本人に払わせる。だからそいつは二人のために使ってくれ。ヒロ、娘をよろしく頼むぞ。はい。こうして俺とハルさんの間に秘密はなくなり、本当の気持ちを伝え合うことができた。やりすぎがあれからどうなったのか尋ねたところ、遠い海の上で一生懸命働いているとだけ教えられた。数年は日本に帰ってこれないらしい。俺とハルさんは前以上にラブラブになった。同棲は続いて月日が過ぎて。綺麗だよハルさん、これからも末永く一緒にいようね。うん、ずっとずっと一緒。愛してます。俺も愛してる。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれると